朝貢は皇帝に対して周辺諸国が貢ぎ物を献上し皇帝側は恩恵として返礼品を持たせて帰国させることで外交秩序を築くもので施設による単なる儀礼的外交にとどまらず随行する商人による経済実態を伴うこともあり経済秩序としての性格を帯びることもある朝貢は主に全近代の中国を中心とした貿易の形態 中国の皇帝に対して、周辺国の君主が継ぎ物を捧げ、これに対して皇帝側が確かに君主であると認めて、恩師を与えるという形式を持って成立する。なお、周辺国が継ぎ物を捧げることを信仰、皇帝がその継ぎ物を受け入れることを入行という。条項には実質的な親族という意味はなく、その点で作法とは区別される。 朝廷に対する恩師が少なくて、不満を抱いた信仰側が、帰り道で住民に略奪行為を行うこともあった。朝廷の朝は、陰暦の毎月16日の早朝に行われる皇帝との朝礼に、手土産として朝礼に参加することからが由来とされる。食皇図、6世紀の春朝。王家思想を基調として、周辺諸国の遺敵たちが中国の徳を慕って、 兆候を行い、これに対して、返しを与えるという形式である。兆候を行う国は、相手国に対して、貢ぎ物を献上し、兆候を受けた国は、貢ぎ物の数倍から数十倍の宝物を可視する。経済的に見ると、兆候は受ける側にとって、非常に不利な貿易形態である。C から兆候を受けることは、皇帝の徳を示すこととみなされ、内外に向けて、 政権の正当性を示すことができるので、兆候には、莫大な費用がかかるにもかかわらず歴代、中国政権は兆候を歓迎してきた。これには、周辺移民族と敵対して、多額の防衛費や軍事費を負担するよりも、兆候を受けて、開始を与えた方が安上がりであるという現実もあった。仮に、周辺の移民族を討伐して支配下に置いたとしても、 生産性の低い地域に支配領域を広げるだけであり、税収よりも軍事支配のためのコストの方が上回る。つまり長工は中国政権にとって経済的に優れた安全保障システムでもあった。長工国にとっても自分が正式な王であることを認められる上に通常は貢ぎ物に対して数倍の価値の開始が与えられたため大きい利益があった。 また、徴工に来る施設の人員に対しても、多額の報奨金が与えられたために、経済不振になった中国王朝では、費用削減のために、徴工の回数を制限することもあった。作法により、中国王朝の進化となった、作報国は、原則的に、毎年の徴工の義務があるが、作法を受けていない国でも、徴工自体は行うことができた。 例えば、検討士を送っていた当時の日本では、日本側は中国と対等貿易を行っていたとし、中国側は縁国であることに鑑み、毎年の兆候の義務を免じたとしている。漢字文化圏に包含された作報告からの兆候は、経済的な利益にとどまらず、書物の購入、情報の入手など、社会、文化的な利益も伴った。 しかし総大においてこのシステムは破綻する。領に対しては過労じて上位に立って、中華王朝としての面目を保ったものの、新興金に対しては、総王朝の方が会で貢物を差し出すこととなった。現代においては朝庫といった形式はなかったが、民になると、再び朝庫形式が取られた。平和の大遠征により、多数の国々からの朝庫を受けることになった。しかし、 開始の経費が莫大であったことから、その後に民は長考制限へと方針転換し、民の成果10年には2年に1密議となり、長考一行も100人以下と減明される。清と長考国は、続報自主の原則にあり、長考国の内政、外交を清が直接支配はしなかったが、属国と上国という上下の秩序にあり、朝鮮、琉球、ベトナム対王国。 ビルマネパールイスラーム諸国の超高国の君主が真と主従関係を結んだ。ヨーロッパに対しても超高感覚で貿易を継続しようとしたが、ヨーロッパ諸国に傲慢な態度として憎まれ、結果、アヘン戦争などが勃発し、逆に中国が繁殖民地化する要因となった。さらに琉球処分及び、清仏戦争や日清戦争における真の敗北により、 李氏朝鮮や元朝、琉球王国からの朝貢も終了した。これ以降、朝貢という形式での対外関係は消滅した。古代中世和光に悩まされる名は、日本側に有利な朝貢関係の設定と引き換えに和光を取り締まらせようとする。日本の南北朝期に九州に南朝派政権を構えていた金永新能が日本国王、了解として、 民に徴工を行う。その後、室町幕府三大将軍の足利義満が、病中に対して、施設を派遣して、日本国王に作法される。以後、外交文書に使用して、日民貿易を開始。父の名目的対民心中路線を嫌った四大将軍、足利義持による一時的な停止はあったものの、日本側に有利な歌詞による利益は捨てがたく、六大将軍、 義しにより再開され、以降室町時代を通じて行われた。足利義政は、同戦の歌詞を一度認められた。李氏朝鮮は、金、銀、紙幣、礼服、絹に加えて、四書五教、画角に使用する楽器まで歌詞されている。近世室町幕府の弱体化により、大内氏などの大名により観光貿易が継続される。安土桃山時代には、 豊臣秀吉の朝鮮出兵が行われ、日民関係は断絶。江戸時代には一応関係は修復されるが、江戸幕府は朝鮮とは国交を結んだものの、民とは正式に国交を結ばず、民間交流レベルの貿易や、薩摩に制圧された琉球王国を通しての間接的な関係となった。徳川将軍は朝鮮に対して日本国大軍と称して国交を結んだ。 大君の称号は、朝鮮では王ではなく王子の着手を意味する称号であったためであり、徳川家信の,の時代には一時期、日本国王と称したこともあったが、徳川吉宗の時代には、元の日本国大君に戻された。微光明ネス朝、ペルシア帝国にも、属国との間に朝考関係があり、メディア、バクトリア、パルティア、サカ、カッパドキア、インド、アラビア、 エチオピアなど20を越す民族の長工師がペルセポリスを訪れた。世界遺産であるペルセポリス遺跡のアパダーナの東壁面には23人の施設がペルシャ王に越見する様子が描かれている。ありがとうございます。